どうもベトナムのうちです、今回は、シャリーの三つ股ベアリングレースの取り捨て部分、かなりあのガタガタグラグラするもんですから、これをちょっと修理していくんですが、本来なら排気レベルの部品です。これ以前も修理されてるんですが、結局そのレースを取り捨てるところをタガネで傷つけてあって、まあ緩みを防止してると。ですから、まあ今回もやり方は一緒ですね。センターポンチを使いますが、このようにもうどんどん打って、まあこうすることによってこの部分が少し広がりますんで、レースのガタが、防げると、そういうことです。もうただ地道に打っていくだけなんですが、シャリーは実はこの両サイドに2本まあフロントフォークというんですかね、のカバーみたいなのがあるもんですから、側面がかなり、打ちにくい状態です。まあなのでね、打てるところをできるだけ頑張って打つと。で、一回これはめてみようとしてますけども、筒は取り外し用のやつですね。古いベアリングレース、つけてみました。まあまだガタガタです、ゆるゆるです。なので再度、打ち直しと。もう本当にただひたすら打って打って、打ちまくると。まあね、側面がもうちょっとなんかうまく打てればやりやすいんですけども、まあシャリーはそれができないのでしょうがないです。今回、このベアリングレース、また再度挑戦してますね。今回ちょっとは硬くなったんですが、まだまだ足りないということで。で、今回のベアリングは、実は社外品のテーパーローラーベアリングをつけるもんですから、ちょっと幅広になってるんで、まあ今までのものよりは、固定しやすいんじゃないかなと思ってます。まあ、やっと今、ちょっと横の打ち方をこうすればいいんじゃないかなと思って、やってみてます。まああんまりたくさんは打てないんですが、まあでもこれで案外もう全周いい感じに打てました。で、今回試してみると、もう硬い感じで上から打ち込まないと入らないと。なんでまあ大体いいんですけども、そうですね、スポット入ったと外す方があまりに楽だったんで、結局動画を撮りながらこれを、やっていくのは大変だということに気がついたもんですから、動画を止めて、さらに作業をしていきました。で、まあ、この後写真映りますが、まあ、こんな感じで、全体をとにかく打ちまくったと。まあガタガタですけども、これでなかなかがっちりとするようになったもんですから、まあとりあえずこれで完成です。まあまあ組み捨ててみてですが、しばらくはこれでいけるんじゃないかと思ってます。